どうも MJ です。フォールアウト76の綺麗な水の入手方法を簡単にご紹介していきます。これからフォールアウト76を始める方や初心者の方に少しでも参考になればと思います。特に序盤であれば綺麗な水の入手が困難となっておりますので、これからご紹介する方法を試していただければ大量の綺麗な水を入手することができるようになっております。綺麗な水の入手方法なんですが、通常であれば探索をしつつ救急箱などから入手する形となるんですが、キャンプシステムのクラフト機能を使いまして大量に水の方を生産することができるようになっておりますので、そちらを活用していただければたくさんのきれいな水を生産することができるようになっております。で、キャンプ内できれいな水を生産するには浄水器が必要となります。電気が必要となっておりますので、ジェネレーターを設置しまして浄水器と配線をつないでいただきますと、きれいな水を生産することができるようになっております。今作のクラフトシステムは設計図が必要となっております。設計図の入手場所はチャールストン議事堂内となります。扉を入ってすぐ左手に青い収納箱がありますので、そちらで設計図を入手することができるようになっております。ボルト76からであれば南に位置する場所となります。こちらがですね、チャールストン議事堂となります。中に入ってすぐ設計図を入手することができるようになっているんですが、敵がたくさんいますのでご注意ください。ここには緑色のものがない。遊ぼう、バカな人間。設計図を入手しましたので浄水器を作成していきます。で、浄水器を設置する場合は水の上にのみ設置ができるようになっておりますので、浄水器を設置する場合は水辺があるところで設置の方をしてください。ジェネレーターから電気を通すことによって浄水器が動く形となりますので、時間を置いて待っていただければきれいな水をたくさん生産することができるようになります。簡単なご紹介となりましたが、きれいな水をたくさん入手する方法となります。キャンプ内で大量に生産することもできるようになっておりまして、取引などでキャップを稼ぐことも可能となっておりますので、少しでも参考にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。